ランドセルランドセルは、日本の多くの小学生が、通学時に、教科書、ノートなどを入れて、背中に背負うカバンである。雑誌広告に描かれた、ランドセル1938年江戸時代、幕府が、洋式軍隊制度を導入する際、将兵の蛍光物を収納するための装備品として、オランダからもたらされた廃納のオランダ語古庄、ランドセルがなまって、ランドセルになったとされ、 幕末の教練書である、文沢新式の源氏元年版にも、カテノオの文字に、ラントセルの振り仮名がされているほか、画像としては、一柳人四国皇室のスゴ六長連練四方出世十五六に描かれている、ミラヤマをかぶった兵士が背負っているカバンがそれと、見られる。これは、昭和前期までの通学用ランドセルに形状がよく、似ており、 この廃納がルーツであることが分かる明治時代以降、本格的な様式軍隊として県軍された帝国陸軍においても、不評など徒歩本文社たる、遺官巡士官見習い士官、及び可士官以下用として、革製の廃納が採用された。通学カバンとしての利用は、官立の模範小学校として開校した学習院初等科が起源とされている。 創立間もない1885年、学習院は、教育の場での平等との理念から、馬車、人力車による投稿を禁止、学用品を入れ生徒が自分で持ち投稿するための、数学カバンとして廃能が導入されたが、当初はリュックサックな形であった。1887年、当時皇太子であった、義人親王の学習院初等科入学の際、伊藤博文が、 祝い品として、帝国陸軍の将校配能に習ったカバンを献上、それがきっかけで世間に徐々に浸透して、今のような形になったとされる。贅沢な高級品であったことから戦前は、都市部の富裕層の間で用いられることが多く、地方や一般庶民の間では風呂敷や安価な、布製ショルダーバッグ等が主に用いられていた。ランドセルが、全国に普及したのは、 昭和30年代以降、高度経済成長期を迎えた頃からと言われる。教室の机にかかる、ランドセルランドセルカバー素材は近年では、軽さや、丈夫さ、手入れの簡単さなどの要望から、人工比較のクラリーの性が主流で、約7割を占めている。その他には牛革などがあり、コード版のような高級素材もある。デザインについては主流であるウエフタが、 カバンの下まで覆う従来の学習員型以外にも上蓋が通常の半分程度の長さのものや横型のものも登場している。また2011年度からの学習指導要領改定により教育現場で配布されるプリントルイモ B5 から A4 へと移行したため A4 パンクリアファイルを曲げずに入れられるランドセルの需要が高まっているが ランドセルを大型化させるかどうかに関してはメーカーで対応が分かれている。タブレットが導入される例が増えたことから専用の収納スペースを設けるメーカーもある。かつては色は男子は黒、女子は赤が主流で、その他ピンク、茶、紺、緑、青などカラフルな色のものや複数の色を組み合わせたものは少なかった。これら黒や 赤以外のカラーランドセルは1960年頃には、すでに存在していたが、当時はほとんど売れず、売れ始めたのは2000年代に入ってからという。一般社団法人日本、カバン協会ランドセル工業会の2018年から2020年の調査によると、男児では、毎年70%近くが黒色であり15%程度が、紺色で、黒色一色が、 売上の大部分を占めている。一方で、ジョジーでは赤色、桃色、紫色が、それぞれ20%前後を占めており、圧倒的な色がなく分散している。ランドセル製作の大部分は、手作業で行われ、一体に用いられる部品は、金具も入れて100個以上となる。肩紐だけでも、氷材裏材ウレタンの型抜き、加工、穴開け、ミシン掛け、カシメ、 手縫いと重工程以上が必要となる。新入学生に対し交通安全協会等から交通安全を目的とした黄色いカバーを寄贈している地域も多く、一年生の間はランドセルにこのカバーをかけて通学させる市町村が多く見られる。一方で、 不審者に対し新一年生と知らしめることにもなるとの理由で名札の廃止と同時にカバーをかけさせないことを推奨する地域もある。ランドセルは小学校入学から卒業までの6年間使うのが基本となっており市販されているものは6年間の保証付きになっていることが多い。しかし痛みの進行や本人の好みの変化などによって卒業前に ランドセルの使用をやめる児童もいる。欧米の学校でも似たようなものが使われている。ただし、ドイツの通学カバンシュールランゼン、ドーランダボークエンタスなど、日本のランドセルに比べて素材は質素で軽いものが多い。価格は1970年代には6000円だったのが2014年には、福岡のカバン店の例で4万円程度からと、値上がりしており、 これが低所得層にとって負担となっている。また、ランドセルの購入は義務ではないがほぼすべての生徒が新品を購入しており、ランドセルを与えなかったり、中古やお下がりを持たせると子供がからかわれる可能性があることから、新品を買わざるを得ない情勢となっている。このため自治体が新入生全員に配布したり、寄贈された中古品を補修して譲渡する例もある。 ランドセル売り場所を子化傾向のため各メーカーは多様な製品を開発している。2005年頃から半株セランドセルのマチ部分の厚みを薄くした熟バッグと称するランドセルも販売されている。高級な革素材で丈夫で長持ちする丁寧な仕上げ、子供用と大人用の背負い紐を交換して長く使ってもらおうとするもの、イタリアのデザイナーによる大人のために、 デザインされた、半株背型のランドセルなども登場した。一方、革製でなく、本物を使ったランドセルも過去に中学校の指定カバンだったものが復刻され、大人のランドセルとして販売されているものもある。また一部では指定のランドセルを使わせている、小学校もあり、国立、私立では、比較的多いや、北海道小樽市で使われている、ナップランドなどがある。 また1970年代に一旦ランドセルを廃止した自治体が復活させた例もある。ランドセルを背負った大人の女性1982年に戸川淳は自らのライブステージに紺色のプリーツの釣りスカートに赤いランドセルという姿で現れ一戦を風靡した。その後1997年頃にタレントの篠原智恵がランドセルをファッションとして取り入れた。 インテリアとして過去に使っていたランドセルを子供の頃の思い出として残しておきたいとの需要からミニランドセルとして小型に再加工するビジネスも存在する。2014年3月頃、アメリカの女優ズーイーシャネルが赤いランドセルを背負った写真が出回り若い人たちの間でもランドセルを身につけることがブームとなりつつある。近年では上記の米女優による ブーム拡散に加え、日本のアニメなどを通じて、ランドセルの存在を知った外国人が、日本旅行時に、土産として購入し持ち帰る例が増えており、空港の免税店など、外国人向けの商店で売られていることもある。ありがとうございます。